神田山の展望台から京都市内を見下ろしております、先ほど言った目岳の白石の鏡石がですね、このちょうど向こうの平安京のあったところにですねピカッと光ったり、あるいはその南の起点として平安宮の朱雀王城、朱雀王子を作ったという起点のところでございます、左に見えてるのが天王山のところですね。そして向こうが火伏せの神の何でしたかね、愛宕山ですね、左の向こうがね。でずっとこれ平安京があって、右の方にそれより高い山が、あれが比叡山ですね、比叡山です。それと間に平安京が、まあ、築かれたと。その朱雀王子、一番さ中心になる 50m の道路がですね、この神田山の南の起点として築かれたとこういうことが分かっているのでございます。元にある流れ橋があって木津川が流れているというところですね、今日はここはね、皆さんすごいですよ、観光客が適度な山登り。どこがやっぱり愛宕山ですか？ここは愛宕山ですね。左が天王山、あれが比叡山ですね。でそこは左が、手前が山崎、大山崎、男山ですね。手前が木津川に流れてる。向こうが平安京。あれ岩清水だよね、男山。岩清水と男山八幡宮のあの出っ張りのところが、そうです、男山です。十分山はどこにあるんですか？十分山のこの右の長なんでしょうね、宇治田原のね、あれだと思いますね、井手町の向こう側ですからね。まあそんなところでございます。観光客もね、ここはね、たくさんの人たちがね、お目に当たられて、もう一日にすごいですよ。朝のね、ハイキングコースとしてね、この麓の滝木にね、いらっしゃる方たちはね、毎朝登り降りしてね、清掃活動にもされてますから、綺麗でしょ。何も落ちてないでしょ。これ地元の人たちがね、ボランティアガイドとかね、そういう人たちがね、毎日のように上がられて清掃されてるというところでございます。今日も観光客の方がね、山登りの方が4名、国道市議会社のところにもね、3名でいらっしゃってね、すごい人気ですよ。